本日のカモチームのゲストは山海 TV の山海さんに来ていただいた。せーの、いいね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。勉強してきました。はじめましてですよね。はじめまして。はい、今会って本当に3分ぐらいから回してるんで、はい、多分今ド緊張されてる感じ。ド緊張ですね。あんまりこういう対談とかやってないですもんね。全くやってないし、しかもこの普段日本語でこう話すことがないので。普段日本語で話さないんだ。ちょっと言い訳から、はい。あ、でもあれか、18ぐらいからもうアメリカ行ったんでしたっけ。そうですね。そうなんですよ。あ、だから、あ、ちょっと僕カモチーム見てる人の中で山海さん知らない人もいるかもしれないんで、一応僕も知ってるところ、知らないところもいっぱいあるんで、いろいろ聞いてみたいなと思う。あ、だから僕が根掘り葉掘り聞くんで、ただ答えるだけっていう。ああ、ありがたいです。そうそう、自己紹介しなくて。あ、そうそう、ただ答えるだけでいいです。もともと、バレエ始めたの何歳ですか。始めたのは6歳ぐらいですね。ああ、もうやっぱすごいな。大体なんかバレエを20歳からやる人っていないじゃないですか。いないですね。大体もう3歳とか、6歳で始めて。でも小学校とか、あ、そっか、バレエスクールみたいなのがあるんでしたっけ、ちっちゃい子用の。そうですね、教室、本当にもう地元の小さい教室で始めて、うんうんうん、その時はどこに住んでたんでしたっけ。北海道です。あ、もともと北海道なんだ。はい。で、北海道、何、函館ラサールでしたっけ。はい、そうですね。むちゃくちゃ頭いいんですよ、そこ。偏差値69とか70とか。そうですね。アホみたいに頭いい。アホみたいに頭いいって日本語が。そうですね、受験、お受験をしなきゃいけなかったので、その時一旦バレエやめて。ああ、なるほどなるほど。それは、いわゆる中学校の受験、高校の受験。ああ、中学受験ですね。あ、ということは小学生の時に受験やったってことだ。はい。で、そこに入って、中学高校の時はバレエはどうやってやってたの。中学高校、あ、それこそその小学校の時一旦バレエやめて、結構こう褒められてて、小学生の頃から結構なんか振動だみたいな。それでやめて、戻った時にちょっともうギャップ、体動かなくて、ギャップで、そのもう振動って言われてた時と、その体動かないでギャップで嫌になってやめちゃって、あと成長痛もあって。ちょっと待って、それって今いくつの時の話してんだっけ。あと小6ぐらいです。まあ、ちょっと待って、11とか。小学校5、6年で大体受験するじゃない。その2年間ぐらいバレエやってなくて、それだけでもう体がなまるってこと。あ、でも1年ぐらいですね、本当。1年でなまるんだ。はい、なまりました。そういう世界なんだ。もう本当に3日やらないで結構もう落ちちゃうので、すごい世界だよね。大変ですね。特に子供の頃はすぐに落ちちゃいます。だって今も体すごいっすよ。これちょっと映像だと分かりにくいかもしれないんだけど、スーパー細マッチョだもんね。これ今僕ちゃんと喋れてますか。大丈夫ですか。ちゃんと喋れてます。もう全然喋れてます。体とかはいいんですけど、声とか大丈夫ですか。全然大丈夫、大丈夫です。心配性ですか。はい。いや、緊張しますよ、この本頭さん前で。そうやな。はい。ほんで、じゃあ本格的にバレエに復帰したのはいくつになるわけ。は、高校1年生とか、結構3年間がっつりやめて。そうなんだ。ほんで高校の3年間やって、卒業して即アメリカに行ったってこと。はい、なのでちょっとブランクがあって、まあ、人よりちょっと遅れていたので、18歳からアメリカ行って、そこではでも結構その遅れてる分結構頑張れましたね。なんかちょっと待って待って、アメリカに行こうと思ったのはなんでなんですか。アメリカに行こうと思ったの、そうですね、まあ、受験もちろんその周りも 100% 受験だったので考えてたんですけれども、でも大学行ってこうやることやりたいことないなみたいな。で、まあ、バレエの道進めそうだなみたいな感じで可能性が見えてたので、それで決めました。要はプロになるっていうことは自分の中でもう大体決まってたってことだ。そうですね、一旦なんかこうサマープログラムって言って、この海外アメリカ行って3週間ぐらいなんかこうアメリカのバレエ学校で見て、こう見た感じは、あれ、これちょっと可能性あるなみたいな、まあ、ちょっと打算的では。俺いけてるなと。この中なら勝てるなと。いやー、まあまあ可能性、そうですね、まあ、遅れてはいたんですけども、はい、可能性を感じたので。僕全然バレエの世界のことが分かってないんですけど、アメリカっていうのはバレエが盛んでレベルが高い国の一つって合ってる。盛んなのは、まあ、ロシアが結構一番
でもあるんですけれども、まあ、フランスとかバレエ、あのアメリカは、まあ、ちょっと特殊な感じではあるんですけれども、一応こう3大、あのアメリカ、フランス、ロシアで。あ、そうなんだ。それで言うと日本は全然なんかそんなに流行ってないというか。でもなんかそのバレエ人口自体、やってる人人口自体は一番世界一ですね。え、で40万人でも本当に多分ダントツぐらいだと思います。あ、バレエをやってる人の数は多いけど、バレエを見に行く人の数は多くないみたいなことかな。まさにそんな感じです。もう習い事文化としてすごいなんか特殊なバレエ文化が日本にはあります。そういうことか。でもすごい僕ビジネスが大好きなんで、ビジネス的な言い方をすると、まあ YouTube とか分かりやすいか、要は発信者が少なくて見てる人が多い時って発信者が優位で稼ぎやすくなるじゃないですか。だけど発信者が多くて視聴者がそんなに多くないと、要はあんまり稼げないじゃないですか。で言うと日本のバレエっていうのはやってる人多いけど見に来る人の数がそんなに多くないから、マーケットとしてはあんまり成熟してないってことだ。そうですね、そうですね、はい、食べにくいみたいな。食べにくいですね。特に、まあ、バレエダンサーとして食べていくのは結構厳しいですね。ちなみになんか40万人って市場で見たらなんか大きいんですか。いや多くない。あ、多くないですか。あ、でもやってる人の話だもんね。はい、やってる人40万人だから、マーケットサイズってやってる人の数じゃないんで、あ、そこに見に来てお金を払うとか、お金を払う人の数がマーケットサイズだから、40万人が大きいか少ないかでいうと多分比較ができなくて、見に来る人だから、サッカーとかを見に来る人って数百万人とか、あ、国によっては数千万人になるから、サッカーってマーケットが大きいよねっていう議論になるし、フランスとかだったらロードバイクとかはロードバイクを見に来る人の数が多いんで、でもロードバイクの選手の数が多くないから、ロードバイクの選手ってめっちゃ稼げるわけですよね。で言うと日本は多分バレーをやってる人多いけど、やることで満足しちゃってて、それを見に行くっていう文化が少ないから、多分日本は食べにくいっていう。そうですね、そうですねって、そう、そう、そう思って発信してんですよね。はい、そうです。すいません、ちょっと頭回ってなくてすいません大丈夫かな。めっちゃ重たいな。で18歳でアメリカ行って、アメリカのいわゆるバレエ、何になるの、プロのバレエ団みたいなのがあるってこと。そうですね、なんか一応なんかまあ就職みたいな感じで。あ、そうなんだ。はい、もうなんか週休で働いて契約があって、でも1年単位なので結構特殊ですかね。へえ。あ、でもそうか、そうか、要は社会、スポーツで例えると社会人、マラソン選手みたいな感じのバレーのがあるってこと。はい、似たような感じですね。でもそこなんてそんなに簡単に入れないでしょう。まあそうですね、結構特殊ですね。まあ、あと運が結構大きかったりしますね。結構枠が決まっていて、それこそもうたくさん雇えるわけではないので、バレー団も経営的に、でその枠がもう埋まっていたらいくらこう上手くても入れなかったりするので、結構運も大きいですね。いや僕、山海さんのことを知ったのは、実はうちのかみさんに勧められたんですよ。この人の YouTube マジ面白いから見ないって言われてで僕が最初ハマったのはあれなんだっけ、俺曲名わかんないんで、あのなんだっけ、2週間で10キロ痩せるダイエットみたいな、ハヌカップです。あのてておガチでプロのダンサーが踊るっていう動画を見て、もうちょっとこの辺出してほしいんだけど、むちゃくちゃ面白いのよで最初それが面白くてゲラゲラ笑ってたわけ、笑ってたんだけど、そしたらほら他にもプロのダンサーがこれ踊ってみた何本も上げてて、それ見ているうちに、お、なんか涙が溢れてきてえ、なんだろうと思って、で僕はオンラインサロン4つやってるんですよ。でそのうちの1個がカモビズっていう、ビジネスを学ぼうっていう経営者が280人ぐらいかないるオンラインサロンがあって、そこで確かね、ものづくり製造業の社長さんが、製造業の世界ってまだ価値を知られてないと、製造業ってこんなに価値があるのにそれを知られてないから、その製造業の価値を広めるために YouTube をやりたい、だけど YouTube 大変そうだしどうでしょうかねみたいな質問が来て、俺ブチ切れちゃってなめんなこらと、とりあえずお前この YouTube 見ろっつって山海 TV を流したんですよ、オンラインサロンででまあちょっと号泣しながら解説したんですよね。
彼が18歳の時どんな思いでアメリカに、これ勝手な想像ね、はい、勝手な想像で、どんな思いで単身アメリカに行ってバレエにもう全もうフルコミットメントしたと。もうこれでバレエで食えなかったら行き場がないわけじゃないですか。そこまでしてやって、だけどこのバレエの価値を日本人があまりにも知らなさすぎると思って YouTube 始めたんだと。そして YouTube でね、まあここから完全な想像だけど、いわゆるクラシックな領域じゃないですかバレエって、はい、きっと同じ業界からお前何やってんだって、バレエの価値下げんなぐらいのことはきっと言われてるはずだと。それでもやっぱりバレエの価値を伝えるためにはこれしかないんだっつって振り切ってプロがここまでやってんの、お前ら分かってんのかって泣きながら進めて、みんな号泣して僕が間違ってましたみたいに社長たちが泣いて本気でやりますみたいになったのが、なんか山海 TV の僕にとっての価値で、すっごいみんなに伝わってんですよそれが。本当ありがとうございます。なんかすいません、なんか僕もなんか怖いですね、なんかすいません僕はなんか謝りたいですねいやそういうふうに、まあ別に聞いたわけじゃないけど、はい、きっとね、どんな人も情報発信していくと結構内部から何やってんだお前とか、そうですね、業界にいるとやっぱり、はい、ありますよね。でもまあそれに腰引けるようだったら自分の業界の価値を別に知りもしない人に伝えるなんておこがましい考えはもうやめろと。でも覚悟があるんだったらやんなさいよっていうことが伝えたくって、まあそういうことやってる人他にもいるけど、なんか僕の中でいわゆるバレエっていう業界ってきっと品格が結構重要視されてて、はい、でもほら動画まあまあ、ね、品がないじゃないですか。品がないですね。今ちょっと品頑張ってて出してるんですけど、ないですね。ないですよね、はい。あの角度でやれるってすごいなと思ってて、山海 TV の企画は基本的に誰が考えてるんですか。企画はそうですね。まあ、あの僕とあの僕の兄と一緒にやってるんですけども。あとそれで言うとさっきの補足なんですけれども、はいはいはい、まあ、まさにその業界内で、うん、あの反対が来るだろうなっていうのはもうある程度こう予想ついてたと言いますか、うんうんうん、まあ、それこそもうインスタグラムでちょっとダンス上げるだけでなんかこういやうまいと思ってるのかみたいな、はいはいはい、っていうのはもう見ていたので、うん、そう、あのなのでこう YouTube 始めるときにこうあの兄に連絡を取りまして、うんうんうん、もう兄はもうバレエ一切見たことがない、もう全くその時はもう興味ないというか、はい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 、僕のバレエも見たことなかったんですけど、はい、まあ、あるあるかも兄弟の、はい、ありあるですね、まあ、ちょっと、はい、で、その彼にこう協力してもらって、うんうん、まあ、兄とのこう作戦で、うんうん、まあ、もう分かっていたので反対が来るということは、はいはい、なのでもう動画はもう本当にバレエ業界から外れたところでこう勝負するといいますか、まあ、最初はやっぱりこう難しかったのはその僕の持っているまあ強みというものはやっぱりバレエなので、まあそれをこう生かしつつだけどこうバレエ業界のあのにはじゃないところで勝負するというところで、そこのちょっと難しさはあったんですけれども、まあそこで勝負して多分意外とこう反対みたいなのは少なくて、なるほどなるほど、はい、なので、まあ、だからちょっと今更ちょっとそっちに踏み込んでしまうとやっぱりその反対が来るので、うもうずっとそっちの枠外の方でやってるって感じですね。要はなんかエンターテインメントを好きな人に向けてバレエの価値を伝えるっていうずらしをやってますよね。そうですね、もうずらしですね、まさにめちゃくちゃいいなと思って、いやこれってバレエに限らずどんな業界も自分の業界の情報発信を業界内で発信することって広げるためには全く効果的じゃなくて、自分の業界外の人に知ってもらわなきゃ広がるわけがないから、そのずらしってすごい大事だなと思ってて、それすごく上手にやられてるなと思ってました。もう兄と、はい、一緒に、まあ、僕は本当にそのバレエしかやってこなかった、もうバレエしかないので、まあそれだけじゃやっぱりもう足りないなと思って、まあビジネスとか学んでいた兄と協力して、なるほどなるほど、だからある意味お兄さんはバレエをやってなかったからバレエのいわゆる常識がないっていうのも良かったのかもしれないですよね。まさにそうですね、もう僕がこれやりたいって言ってもいやそんな面白くないみたいな、はい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 、スパッとね、はい、スパッと、はい、それはバレエ知ってるやつしか分かんねえぞと、はい、しかも兄なのでもういやもう遠慮なくもおもろくないって普通ね演者に面白くないって言いづらいもんね、確かに、はい、そういう人と組める人と幸せかも、うん、ちょっと今ちょっとお兄さんの価値爆上がりしてませんか。ありがとうございます
助かりますね。いや面白い。いやしかもなんかネリアさんの存在を、ああまあそこはちょっとそうですね。ねえあそこまで出されるのってネリアさん自体はそのあれ積極的に協力最初からしてくれた感じなんですか。最初はそうですね。あんまりまあバレエの人なのでもう13歳からそれこそあの海外に渡ってもうバレエしかやってこなかった人なので、はいはいはい、まああの彼氏なので、うんうんうん、まあちょっと協力したいっていうのはあるんですけれども、まあでもあんまり抵抗はなかったかもしれないですね。まあなんかもう訳も分からずこう協力しているというか、まあ写りとか良ければいいよみたいな。ああなるほどなるほど。はい。いやでもねなんかすごい幅の広さってネイリアさんの存在大きいですよね。はい。ネイリアさんが出たことによってそこにファンが増えたのあるでしょ。そうですね。なんか動画としての結構コンテンツといいますか。コンテンツ出せるコンテンツは増えましたね。ですよね。明らかに最近ネリアさんとのお別れの動画の再生回数がえぐいじゃないですか。、はい、しかもお別れって一時的な帰国の話でしょ。そうですね。でもそう、まあ、そこらはちょっとずるいですけど、ね、いやいや、まあ、めちゃくちゃ盛り上がってんなと思ってドラマのクライマックスかみたいな雰囲気になってるもんね。そうですね。恋愛リアリティショーみたいな感じで、ねえねえなってるね、しかも全然アンハッピーじゃないっていうね。素晴らしいと思いますよ。いやなんかほら変な炎上を演出するとかはあんまり良くないと思うけど、ちょっとタイトル的に興味を引くぐらいは全然 YouTube の世界ってなんかそれやんないと本当に誰もクリックしてもらえないので。そうですね。クリック率、あ、そうですね。クリック率と一回言っちゃうとあんまりちょっとあれですね。もう全然うちら言っちゃってるからな。あ、でもすごいなと思って、そのコンテンツを生み出す力もそうだし、何よりもその自分のバレエのこだわりをただストレートに出すだけじゃなくって、エンターテインメントっていう演出をすることによってかえってバレエの価値を知らなかった人にちゃんと価値を届けるっていう、なんかそのプロセスというかやり方がすごく上手だし、多分勉強になるなと思ったんですよね。情報発信、今ね情報発信する人って YouTuber 以外にも単純に Facebook の投稿だったりとか Twitter の投稿だったり Instagram の投稿だったり、あれ全部情報発信じゃないですか。なんかそれをやってる人たちがなんかすごくちゃんと考えた方がいいなんか取り組み方だなと思ったんで、そういう意味でも参考にさせてもらってます。ちょっとまあラッキーだったのは、まあその希少価値というか言いますか、あのまあその男でこうバレエやってて、スペイン人の彼女がいてアメリカに住んでて英語を喋れてみたいな、そこのなんかまああんまりこういない人種っていうのはラッキーですね。まあそれも含めてあの兄があのだから やろうっていうのを兄が OK 出したんですけども、プロデューサー優秀だったってことですよね。そうですね。そんなに上げて大丈夫ですか。あ、いや、そうです。まあでも本当に僕だけだったらできなかったので、それこそ、まあ、バレエダンサーってまあ演者もう 100% 演者なので、はいはい、もう演者脳しかないので、うもうそれ以外のビジネスとかも学んでこなかったですし、客、はい、いやそれで言うとちょっとすげえ細かいこと聞いていいですか。もう一ファンの質問なんですけど、はい、あのいわゆるのプロのダンサーがこの流行りの音楽踊ってみたのなんか加点、ここはなんか美しいとか、はい、原点なんとかとかって あれは誰が作ってるの。あれはでも僕ですね。でしょ。動画内は全部僕ですね。やっぱりそうですよね。最初はそれこそあの僕はあのおしゃべりとかも全くできなくて、うん、話の構成の組み立て方とかも全く知らなかったので、そこら辺の動画構成の作り方みたいなのは最初は兄、なんか人と話す時の結論からしゃべってみたいな、はいはいはい、そこら辺とかは学んで、まあ、ある程度もうできてきてからはもう全部僕が、いやもうテロップのセンス半端ないなと思ってネネアさんの会話とか絶対嘘やんっていうテロップいっぱい出てくるじゃないですか。そうですね。絶対そんなこと言ってないよねネネさんっていう、あの映画めっちゃ面白くって、まあ、やっぱりこう動画でこう英語で掛け合いをするので、はいはいはい、まあ、なかなかそのなんでしょう、漫才みたいなテンポでやると、はい、なかなかこう視聴者的にはちょっとついていけないというか、英語で面白いこと言っててもまあ分からないので、だからもう普通に喋ってちょっとまあ字幕をもろく白くしてっていう。だから基本的に日本人の視聴者がほとんどですか、あれ。そうですね、ほぼ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 。すごい、ね、だから友達がちょろっと見てるぐらいですね、アメリカの。なるほどなるほどなるほど。だから、まあ、まさしく日本のバレエのことを興味持ってない方に興味を持ってもらうっていうもともとのコンセプト通りに一歩一歩の動画のコンテンツちゃんと作ってますよね。
すみません、今寝てました、すみません。寝んな階段中に寝る集中してすみませんちょっと体を動かしないといや、そんなこんなで、ほら、まあ、もちろんコロナの影響があったんでなかなか難しかったんですけど、クラウドファンディングをね、はい、まさに、はい、立ち上げてるのを見たときに僕も、あ、なんか支援したいなと思って、山海さんとネリアさんと、あれ、ズームか、ズームでお話ができるっていうのをちょっと支援して、あの時に初めてズームで会話したんですけど、なんか、いわゆる今、まあ、これもしかしたら山海 TV をもともと見てた人とか同じように思うかもしれないけど、あの動画の中の山海と今のこの山海、まあまあギャップありますね。そうですねまあコントみたいな感じでちょっと作り込んで、うん、なるほどなるほどなるほど、はい、本来はじゃあクソ真面目だってことだ。いやー、まあおとなしい、静かな、おとなしいってことだ、はい、そうかそうかそうか。でもあの動画見てるとなんかものすごいなんかもうやばそうな感じです。いや、やばいよね、鴨頭さんみたいな。そうそうそう、まあ、そうそう、やばいやばい人系に見えるけど結構おとなしいですね。おとなしいですね、面白くないですか、大丈夫ですか。いや、大丈夫いや、面白いな、面白い面白いな、面白い、そういうこと言うところが面白いでもそのい、まあ、これから今後その山海 TV をどうしていきたいかっていうこともそうだし、まあ、本業であるそのバレエの活動をどうしていきたいかでいうと、どんなことをこれからやりたいって思ってるんですか。これからはそうですね、まだそこまで一応こうビジョンはあるんですけれども、うんうん、まだちょっと時間と、そうですね、まあ、目の前のこのバレエの、まあ、僕もまだ25歳でまだちょっとバレエダンサーとしてももうもっとスキルを上げていかなきゃいけないし、まあ、YouTube も、まあ、まだ40万人ぐらいなので、いやもう一生懸命 YouTube やって伸びない人に謝った方がいいですよ。ちょ、今のちょっと調子になりましたね、感じ悪いすいませんまあでもまだ40万人、まあ、でも自分としてはそうですよ、ね、はい、まだ40万人なので、まあ、その目の前のこの2つををこうやっていって、まあ今あと兄が結構主体でそれこそオンラインサロン、まあ、バレエ学校、オンラインバレエ学校とか他の授業もいろいろやってるので、まあそこもこういろいろ目の前のことを一緒にやっていきつつ、まあそれのたどり着いた先に、はい、やれればというところで。その大きなビジョンって言うとどういうことを成し遂げたいですか。そうですね、もうたくさんあるんですよね。もうさ、なんかミュージカルもやってみたいし、なるほど、まあバレエでもうそれこそあの鴨頭さんがクラウドファンディングして支援していただいたバレエ公演をこうどん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 なんかレベル高いものを作ってみたいなバレエ公演をやっていきたいっていうのもあるし、海外に出てそれをツアーやりたいとか、はいはい、もう要はワールドツアー、はい、ワールドツアーグループ持ってやったりとか、まあ、それをまたそのグループ内で動画作ったりとかで、プロセスエコノミーもやって、プロセス、その作ってる途中段階とかもシェアするような活動とかもやって、プロセスエコノミー、うん、いやいや いや絶対やった方がいいじゃん。ていうかミュージカルやろうよ。ミュージカルいいじゃないですか。ミュージカルですか。いや僕歌がまだちょっとあれなので。歌わなきゃいけないのか。ミュージカルはいいじゃないですか。歌とかド下手でもいいんですか。うん、いい。やっぱクオリティは大事じゃないですか。あ、そうなんだ。あ、そうなんだね。あ、そうなんだな。なんでかっていうと、さっきの YouTube のコンセプトと一緒ですよ。そのバレエのことはそんなに興味持ってないけど、ミュージカルだったら見たいっていう人に届けるっていうのはちょっとしたずらしになるんで。そうですね。めっちゃいいですよね。YouTube 内ではそれこそあの劇団四季の方とコラボしたりだとか、そんな感じでちょっとあのバレエ界隈からちょっとっていう広げ方はしてるんですけれども。あ、絶対いいですね。なんか、まあ、ちょっと言葉のチョイスは人によって違うけど、僕はそれあの癒着って呼んでるんですけど。あ、チョイスあれですね。そう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 、なんか他の業界の人と、まあ、だからコラボレーションすることによってこうラコラボレーション。コラボレーション。いや、ちょっと僕もひどかった。僕も今ひどかったです。すみません。あのコラボすることによって広げていくっていうのはすごくいいやり方だなと思ってて、なんか自分たちだけの世界で自分たちだけの世界を広げるんじゃなくて、まあ、その関連する業界とか、ある意味正反対の業界の人とかと組むことによって、お互いにお互いのそのファンの人たちが少しずつ
その人ファンにとってもいいと思うんですよ。例えばこのカモチューブを普段見ている人にとって、バレエだったりとかエンターテインメントを知ることによって、あ、自分の業界でもこんな風に表現できるなって知ることって視聴者さんにとってのこうお得価値じゃないですか。はい、でもしかしたらまあまあちょっと分かんないけど、その山海 TV のファンの人たちがカモチューブを見ることによって、あ、なんかこんなやり方もあるんだなっていうことを知ることも価値だったりっていう風に、なんかコラボってなんか自分たちだけが得するんじゃなくて、で実はコラボの情報発信って見てる人にとっても世界が広がるっていうきっかけになると思うんで、なんかすごく柔軟にコラボとかできそうな人なので。そうですか。いや、できると思う。全然できると思う。できると思うっていうのは、もともとずらすっていう情報発信をしている人なので、ね、僕らにしてみるとクラシックバレエとかをやってる人ってなんかちょっと敷居が高いんですよ。そうですね、うん、なんか一緒にやろうよとか言いづらいじゃないですか。言いづらいんですよ、僕らから見ると。なんかそういう領域ってやっぱあって、日本の文化芸能とかもそうだし、クラシックなんとかとかクラシックの歌とか演奏とかもそうですけど、そういう人たちに気楽に声かけるのってちょっとなんか躊躇しちゃうんですよね。でもそういう意味で敷居下げてるので、なんかすごくいろんな業界の人が山海 TV とか山海さん自体とコラボすること自体はなんかできるなというふうに思うので。それでいうと、あの今回あの2年ぶりにこう日本帰ってきて、はいはいはい、なんかこう、あ、せっかくだったらちょっとコラボをたくさん、うんうんうん、YouTuber の方とか、うん、業界ちょっとね、あの ねってすみません、近い方としようかなと思っていろいろ連絡したんですけども、結構まあ帰ってこなくて。ああ、そうなんだ俺一瞬で飛びついたからね、やろうやろうみたいな。はい、へー、まあ、帰ってきた人もいるんですけども、うんうん、はい、っていう寂しい話で終わるんですか。あ、寂しい話結構まあ扱いやすいというか、まあ、あの、ね、分かりやすいので。そうだよね、バレエ、まあ、みんなバレエ踊りたくないですかね。あ、それはあるかも。あれなんですよ、まあ、これ発信のタイミングがどうなるか分かんないんですけど、山海 TV さんの企画の方でも僕出させていただくことになってて、なんとバレエスタジオを予約されてると、はい、もうね、はっきり言っていい、その情報を見た瞬間に叫んなよとマジかよって思ったそれはあるかも。踊らされる恐怖みたいなのがあるかも無理だもん俺55歳よ今年。 あ、いや、若いですね。55よ。そんな体柔らかくないとできないじゃないですか。まあ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 、もうガッチガチやからいや、それ見たいですねそうなんだ。こっちの自分のこっちのフィールドに引き込んで。絶対だそれ。今この瞬間はどっちかというと鴨頭領域に乗り込んできて、あの、ちょっと困ってるけど、今度は困らせてやるぞ。俺逆に性が良かった撮影のタイミング、ね、この後僕ら的にはね、スタジオに入る予定になってるんですけど、まあそこでもね、あと、まあまあ山海さんのこう、もともとやられてきたその領域の方でも、僕もなんか参加することによって、関わることによって、あの、触発されるものがあると思ってるんで、僕はね、鴨頭義人をいろんな人に合わせれば鴨頭義人がバージョンアップするっていうのも分かってるんで、絶対人と会うとなんか自分の中で領域広がるんじゃないですか。それが結局僕に関わる人の価値提供になるっていうふうには思ってるんで、まあ、今日はあの全然やりたくない企画ではありますけどバッチリあのちゃんとジャージとかは用意してきましたので、あの真剣にやらせていただくこと、怪我がない程度にやらせていただくことを思ってます、はい、でもこれからもなんか日本に帰ってきたタイミングだったりとか、もちろんその、ワールドツアーのタイミングとかでも、例えばクラウドファンディングを支援させてもらったりとか、これコラボしてもなんか価値が生み出せそうだなっていうような企画があったら、ぜひ絡んでいきたいなと思ってるんで、僕もともと山海 TV のファンですから、僕が先にファンになってるんで、そういう意味では僕ができることがあったら何でも声かけてください。ありがとうございます。はい、それこそあの本当にクラウドファンディングの支援もいただいて、はい、トークでリターンとしてトークだったんですけども、はい、本当にもう学ばせていただくみたいなでコラボしていただいて、でも本当にギブギブばっかりだったので、まあ、こちらとしてもちょっと何かしらちょっとギブできていれば、嬉しい嬉しいけど、嬉しいです。それがレッスンのしごきでないことを願っておりますギブします。本日のゲスト、山海 TV の山海さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、いいね。あの、山海 TV のリンク貼っておきますので、もう絶対見てほしいです。あ、僕が好きな動画貼っておきます。あ、これ見てってやつ貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、初めて初めて
完全初めて、アウェー感半端ない。で、なんか囚われた宇宙人みたくなってるんですか。あなたに出会えた奇跡を心に溜めてゆこう。